情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、今日も始まりました。今日もですね、広角機動隊、スタンダードアローンコンプレックス2045についてちょっとね語っていきたいんですけど、まあ、昨日ですねちょっと動画を上げましたら、ポストヒューマンにですね、まあ、俺もポストヒューマンなんですけど他のポストヒューマンにね攻撃されてね、ちょっと広告剥がされまして、はい、大人の事情でちょっと一回非公開にしたやつをですね今朝もう一回オープンしたんで、ぜひそちらも見てください。はい、でまあ私あのポストヒューマンなんでこうね、俺いくら打っても無駄ですよ、こう避けますからね、こうやって踊りながらこう踊りながら、どういう踊りだかわかんないですけど、こう避けますからね。はい、それでね、あの世界同時デフォルトの件ちょっとツッコミ入れてみたんですけど、皆さんからいろいろ反響いただきまして、はい、いろんなところでね、でなんか話を総合すると、世界同時デフォルトはあのポストヒューマンのハッキングによってですね、ある日突然銀行口座が消えてしまうみたいな、そんなことだったんじゃないかというようなご指摘を受けたんですよ。でね、これについてね、もうちょっと僕は考察してみたいと、やっぱね経済評論家目線でね、エコノミスト目線でちょっと見てみたいんですけど、ある日突然預金口座が全部ゼロになるというね、そういう世界同時デフォルトが起こったらどうなるんだろうと思うんですよ。でね、これ昨日もチロッと言ったんですけどね、あ、チラッと言ったんです、まあ、チロッとでもチラッとでもいいんですけど、言ったんですけど、あのもし預金口座全部消えたとしてですよ、でまあデフォルトだから借金帳消しってことですよね、要はね、それ起こったとするとさ、まず損するのは貸してた人だけど、あのそれと同じ金額借りてた人も得するわけですよね。そうするとこう世の中全体で見たら、貸してた人が損をして借りてた人が得するからプラマイゼロじゃん、これなんか問題なのって思ったんですよね、まずね、その借金に関してはね。だから貸してた人がしょぼーんとなった分、借りてた人がラッキーこれで踏み倒しだって言ってね、あの借金返さずに商売せい出しはいいわけで、なんか問題って感じなんですよ。でもう一個はそのまああらゆるその電気的なね、あの要はその電子的なデータとして存在する貨幣が消えてしまうことで、貨幣経済そのものが縮小したっていう考え方も多分成り立つと思うんです。はい、多分考えるとしたらそっちかなと思うんですよね。で貨幣経済そのものがいわゆるその電子的なね、電子的電気的マネーが全部消滅することによって貨幣経済が縮小するとすると、どれぐらいの規模まで縮小するんだろうって考えればいいんですよね。そうするとこういうあの電気的なものが、電気的なそのお金のやり取りがなかった時代まで遡ればいいわけなんで、そうすると大体明治時代ぐらい、うん、あのスチームパンクの時代ですね、あの頃はまだ電報ギリギリあったかな、電報ギリギリあるかないかぐらいの頃で、もう多分結構厳しいと思うんですよ。まあその前まで行くんだったら江戸時代ぐらいでもいいですよ。はい、多分でも電報はなかったんじゃないか、電報発明されたのっていつだろう、ちょっと調べてみよう、まあいいや、後で調べてあれですけど、そうするとまあ大体明治、初期ぐらい、まあだから19世紀後半ぐらいまで、世界経済は縮小する可能性がありますよね。 GDP でいうとどれぐらいだろう、今の半分以下ぐらいになっちゃうのかな、うん、多分そんな感じになるのかなと思うんですよ。でそれで要は電気的なマネーが全部消失して、もう世の中全部紙とハンコの世界になってしまうと。で紙とハンコの世界になってしまった分だけ、その、 あの取引のボリューム減っちゃいますからね。でそのボリュームが減って、それでそのパイが縮小するんで、みんなそれを奪い合ってサステイナブルウォーってなったら、なお、これでなんかつながるなって感じがしたんですけど、どうかなと、うん、どうかなと思うんですけどね。で仮にまあ一回消されたとしてもすぐ復旧しちゃったらダメなわけじゃないですか。そうするとあのポストヒューマンの攻撃がもしですよ、あの電気的なお金を全部消すってことだとすると、復旧しても何度も消されちゃうみたいな、そういう攻撃をずっと受けてるっていう感じになりますよね。でもそうするとさ、そのなんでポストヒューマンそんなパワーあんのにさ銀行残高だけを狙って消してくるんだっていう、また別のツッコミが発生してしまうんだよ。これちょっと難しいね。一回こっきりのアタックであれば、多分何らかの形でバックアップするか、まあ一回借金帳消しにした段階でもう一度自己申告でね、まあ始めるか、政府がなんかまあ給付金みたいなの配るか、なんかわかんないですけどね、ゼロからもう一度もう鬼リフレみたいなことやって貨幣配りまくるとか、なんかそういうことやって復旧されちゃったら終わりなんで、だからもう本当にあの毎日消されちゃうみたいなアタックをポストヒューマン側からかけられないと、なかなかこのデフォルト状態を継続するってのは難しいかなと。でもさっき言った通り、そんな鬼のような攻撃を24時間ごとに繰り返せるね、ポストヒューマンの集団がなんでお金だけ消すなんてまどろっこしいことやってんのよと。もう電脳化されたやついっぱいいるんだからさ、もう全部電脳ハックしてやっちゃえばいいじゃんって思いますよね。ね、思いますよね。でもそれやらないんですよ。なぜなんだろうって思いません？だからこれ何か理由があるかもしれないですね。まあ、あのシーズン1のね、最後のところちょっと思わせぶりの終わり方しましたけど、何かちょっと理由があるんじゃないかなとちょっと思いました。はい、ちょっとねネタバレになるので、あのこれはあのこの動画はネタバレ動画じゃないのでそこは言いませんけど、とりあえずその、世界同時デフォルトっていうものがあの、まあ、発生したとするとですよ、まあ仮にね、まあするとはまあその1回消えただけ
っていうのはちょっと厳しいから、連続でってなるとちょっとやっぱり想定自体無理があるので、結局世界同時デフォルトって何なんだろうってわけわかんなくなっちゃうんですよね。あとはまあいわゆるね、そのまあハルマゲドン経済学的に考えてさ、世界中の国々がものすごい債務増やしちゃうわけ。例えばまあ今ね、この流行り病の対策でですね、ものすごい財政政策やってますよね。アメリカなんてもうなんか300兆円ぐらいの対策打っちまいましたよね。はい。日本はまだですね、まあ見た目は108兆円ですけど、財政支出ではまだ35兆円ぐらいかな。うん、39兆円か。この間39兆円決めて、で、10万円一律給付になったんで、それで多分増えるんだよな。8兆ぐらい増えるので、47兆ぐらい。うん、日本だと47兆円ぐらい。アメリカだともうそのあれですよ、6倍以上出してるわけですけどね。はい。でそういうのをやって、でもう全世界がもう債務まみれになっていくと。で例えば今フィリピンとかね、あの辺もまあ、ずっとロックダウンやっててね、でまあ、税収ないからお金ないんで IMF に頭下げて借金しまくってるわけですけど、まあ、こういう感じで新興国ももうみんな借金まみれね。で借金借金借金ってなってずっと行って最後破綻みたいなことがあるのかないのかっていう話なんですけど、まあ基本的にはですね、まあ、会社と同じですよ。銀行が最後まで付き合ってくれたら潰れないんですよね。ただ銀行が何らかの理由で途中で万歳しちゃうんで、まあ、大体金融検査とか通らないとかいう理由でね、万歳しちゃうんで、まあ、そこで終わってしまうわけですけれども、そういうことなければですね、基本的にはまあこれ大丈夫なんですよ。でその代わり人間は何を享受しなきゃいけないかというと、まあ、例えばアメリカとか日本の場合ね、国債を発行してそれをずっとまあ中央銀行に引き取らせて、まあ財政政策をやったとすると、貨幣量がどん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 増えちゃうわけなんで、その時のペナルティはですね、インフレっていうペナルティがあるわけですよね。はい。でそのインフレが許容できないレベルまで行ってしまうと、まあこれはちょっと危ないんですよ。はい。MMT の人が言ってるようにですね、5000兆円ぐらい出してもなんともないっていうのはさすがに言い過ぎです。これは高橋由先生が計算しましたけれども、確か5000兆円すったらインフレ率 100% 超えてたかな、なんかそれぐらいになってしまうので、1万%かな、なんかまあなっちゃうので、その短期に急激にってのはちょっと難しいんですよ。まあただ今の日本の財政状況からいくと300兆円ぐらいは出してもなんともないだろうっていうのが、これはまあ高橋先生の言ってることですね。で現状のまあこの流行り病の状況もね、さすがに3年ぐらいでなんとかなるでしょ。そうすると、じゃあ3年間債務がうわーって増えたとしましょうね。でも待ってくれます、銀行は。だって政府死なないからね。でその後じゃあ流行り病終わって、はい、じゃあ V 字回復ですってなった時に、その V 字回復10年待ってもらえばなんとかなるじゃない。V 字回復が永久に来ないみたいな前提だと、これまた苦しいですよね。まあそうするとまあデフォルトあるかもしれないですけど、でも最後の最後は中央銀行がね、まあなんとか、まあでもその中央銀行がお札すりすぎてみんな信用しなくなるとかなればなるかもしれないけど、まあちょっと厳しいかな。だって全世界で金吸ってっからさ、相対速度が変わんないんですよね。これ全世界で金吸ってる時に一カ国だけ吸らなかったら、その国だけ異常にデフレになって、あとはまあインフレになるわけですけど、でもそうするとすらない国最初にやられちゃうよね。リーマンショックの時の日本みたいな感じでね。はい。ということなんで、まあ今やってるようなですね、財政政策をまあ100年とか繰り返していって、でその間経済が全く成長しないとかいうことになると、もうこれはアウトかもしれませんが、まあ、どっかのタイミングでね、これまあ循環的なもんですから、緩んだりとか引き締めたりとかあるでしょ。で緩んだ時にバーンと経済成長して追いついて、まあ、また引き締めてっていう、まあ、繰り返していくことで、まあ、基本的にはですね、返済のためのまあ経済成長っていうのはね、できるはずなんですよね。で経済成長がもう全くできないとなったら、それはもうデフォルトするでしょう。はい。だからそれがまあハッキングによってですね、電子マネーが完全に使えなくなることで、江戸時代まで経済を縮小しなきゃいけないとかなったら、これはまあ世界同時デフォルトですが、何度も言いますように、それはもうバックアップで復旧しても何回も何回も、もうそれこそね、1日ごと1時間ごとにもう破壊されるみたいな力を持ったやつが来ないと無理なので、そこまでできるポストヒューマンがなんでそんな残高とかまどろっこしいことやるのかっていう問題がやっぱり生じてしまうと。これさっきも言った通りね。なんでちょっと難しいかなというところですかね。はい。まあいずれにしてもね、今のお話お分かりいただけたと思うんですけど、国の債務というのはですね、基本的に経済成長によって返済していくものなんですよ。でその経済成長ってのは何かというと、名目成長です。はい。名目成長によって返済していきます。で名目成長というのは実質成長率、これまあいわゆる正味の成長率ね、プラスインフレ率なんで、インフレ率の分下駄吐かせられるんですよ。つまり経済規模が実質的には今と全然変わらなくても、ずっと 2% の経済成長していけば、そうすれば0プラス2で名目成長率 2% でしょ。で35年ごとに債務の実質価値は半減半減半減ってなるわけで、デフォルト起きませんよね。
はい、これまさに公債のドーマー条件ってやつですよ。名目経済成長率と名目公債利子率を比べて、ね、名目経済成長率の方が高ければいつかこの債務は収束するので債務は維持可能ということになるというね、ことですから、ポストユーマンがだから破壊しなければいけないのはですね、この債務の維持可能性を破壊しなければいけないと。でそれを破壊するのに銀行データを全部デリートするだけで果たして破壊できるかっていう問題なんですが、ちょっと厳しいかなと、うん、でやるとしたらそのいわゆる電気的なものが一切使えないと、まあ、要はあれですね、 IT 版 AI 版の AI 版のミノフスキー粒子みたいなね、もうレーダー使えないんで有刺海戦闘でもうモビルスーツ出てくるみたいな、そういうミノフスキー粒子的なこうものだったらいいんですけど、なんかあれ見てるとデフォルト起こったけどなんかね、国家機動隊世界観はそのままじゃないですかね、なんかちょっとアメリカ荒廃してましたけど、まあ、サステイナブルウォーのせいですけどね、でもまあ世界観そのまんまで、だってね、電脳も普通に使えてるし、いろんなね最新装備とかもなんか普通にやってるし、卓役戦車は戦車ね、ね、白政宗といえば卓役戦車ですよ、こう雲みたいなですね、はい、ああいうのはまあ出てたし、そう考えると、んなんか経済を縮小させるほどの強力な攻撃もないしさ、ポストヒューマン何やってんだよって感じだよね、そう思うとね、うん、だから、まあ、ちょっといろいろ深く考えてみたんですが、果たしてそのね、江戸時代ぐらいまで経済を縮小させるためのその攻撃っていうのはいかなるものだったのかというところがちょっとツッコミ甘かったのかなと、うん、そんな感じがしますね。時代交渉というかですね、まあ、未来のことなんで時代交渉いらないんですけど、やっぱ経済交渉ね、それから、まあ、軍事的なものはかなり交渉やってると思うんですけどね、経済の意味でのその、まあ、時代交渉みたいなね、経済交渉みたいなさ、僕はやった方がもうちょっとリアリティ持つかなというふうには思ったんですが、まあでもその世界同時デフォルトどうこうってことは置いといて、高架機動隊はですね、スタンダードコンプレックス2045はね、結構面白いです。はい、絵はちょっとね、 CG で髪の毛塊だしね、荒牧さんここ何ついてんのみたいな感じなんですけど、まあ楽しめますのでね、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。私も2日で一気見しちゃいました。はい、ということでガオー